アブーバイド・バクリーはアンダルスのイスラーム教徒の地理学者、歴史学者である。著作のほとんどは隠滅に返したが、残された書道と諸国の書は貴重な中世西,西アフリカに関する情報を伝える。イスムはアブドゥラーブン・アブドゥル・アジーズ。普通はニスバにより、短くバクリーと呼ばれる。バクリーはウェルバにあった小国の王子として生まれた。ニスバはバヌー。 バクル部族に属すことから。父のアブドゥルアジーズは、あとウマイヤ朝の没落に乗じて、ウェルバで自立を宣言したが、長くは続かず、ムルタキドによりウェルバの統治者の立場から退けられた。バクリーはコルドバへ行き、そこで地理学者のウズリート歴史学者のイブンハイアーン、クルトゥビーに、弟子入りして、彼らに学んだ。その後は、アルメリーアのカリフ、ムルタスイムの宮廷に出資し、 生涯の多くの時間をそこで過ごした。また、セビージャにも長くいたことがあり、1079年に、エルシットがムータティドの宮廷に、アルフォンソ6世からの贈り物を持ってきた時にも、セビージャにいた。バクリーは、著書で触れた各地に実際足を運んだことは一度もなく、コルドバで亡くなった。バクリーが伝える10から11世紀の、セネガルガー流域の書士バクリーの知史は、 提示する情報が比較的客観的であるとされる。バクリーは地域ごとに地理、気候、主要な街を記載するだけでなく、そこに住む人々とその種族その土地にまつわるアネクドートも記載した。バクリーの著作の多くは失われ、現代には二つしか伝わらなかった。一つ目のムジャムマーエスタジャムは、アラビア半島を中心とした地名が列挙してあり、 地理的背景に関する除雪が付されている。二つ目の著作、キーターブあるマシリックワール・ママラクが重要である。書道図書国の書は、ムハンマドブン・ユースフ・ワル・ダークや、イブラーヒーム・ビン・ヤーク・ブ・トゥル・トゥーシーといった商人や、旅行者の報告や、その他の文献に基づいて1068年に書かれた。西アフリカの歴史に関する、最も重要な一次資料の一つであり、ガーナ帝国、 村人朝、10から11世紀当時のトランスサハラ公益について、かけがえのない情報を今に伝えている。バクリーが、イブンユースフワ・ダークから得た情報は10世紀のもので、あるが、執筆時点で直近に起きた出来事についても、バクリーは書いている。バクリーは、10世紀終わり頃のトランスサハラ公益における公益センターの様子について、次のように言及している。 ニジェール川沿いの町や村では、まだイスラームが本格的に受容されておらず、ガオはムスリムの現地住民がいる数少ない町の一つだったという。都市ガーナは平野に位置する二つの町からなる。そのうちの一つはムスリムが住む大きな町であり、モスクが12軒ある。そのうちの一軒は金曜日の礼拝に集まる金曜モスクである。職業的な同志や無駄人もいれば、 ムフティーもウラマーもいる、書道図書国の書画とガーナの他にも、西、スーダーンには、大河の大湾局部に沿って公益センターが存在した。11世紀にはこれらの公益センターについての報告がアンダルスに入ってきており、バクリーはそれらの報告に基づくことで、書道図書国の書を書くことができた。書道図書国の書には、その他に、スカンジナビア半島に住む人々や、 スラブ人についても書いている。これら10世紀の北欧や東欧についての記述は、ユダヤ人のイブラーヒームビン・ヤクーブ・トゥルトゥーシーの報告に基づいたものである。バクリーの書道図書国の書は、アラビア語圏で数世紀にわたって読み継がれた。バクリーには、その他に、a ヤーン・アル・ナバーあるいはキーターブ・アル・ナバットという、題名の薬草学に関する著作があったと考えられるが、 失われている。広大の学者が薬草学の権威として、バクリーにたびたび言及している。ありがとうございます。